全国の競馬ファンの皆さんお疲れ様です。今日から使える簡単血統データ、血統データ備忘録、ダブルデータフォーカス推奨馬大発表のお時間がやってまいりました。はい、ということで今回は2月11日土曜日に行われるレースの中から厳選勝負レースを4レースピックアップしまして、推奨馬をお届けしていきます。今年に入ってから好調の続いているこの推奨馬のコーナーなんですけど、先週2月4日の土曜日につきましては2021という結果でした。中京11レース、名称粉塵ですね、ちょっと名前が間違っちゃってるんですけど、名称粉塵4番人気1着ということで、こちらのレースに関しては、かなりたくさんの方からですね的中報告いただきまして、ありがとうございました。そして2月5日日曜日に関しましては1201ですね、特にこの中でも東京1レース、ドーダンミッチ7番人気2着ということで、こちらに関してもかなり多くの方から反響をいただきました。今週もですねしっかりお役に立てるように頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは2月11日土曜日の厳選勝負レースはご覧の通りです。小倉8レース、阪神8レース、阪神9レース、東京11レース、クイーンカップ、こちらの4つのレースをピックアップして推奨馬をお届けしていきます。なお阪神9レースと東京11レース、クイーンカップにつきましては推奨馬の方はメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。この動画では小倉8レースと阪神8レースの推奨馬を発表させていただきますが、阪神9レースと東京11レース、クイーンカップの推奨馬につきましてはメンバーシップ限定での配信となりますのであらかじめご了承ください。はい、それでは推奨馬の発表に移ります。まずは小倉8レース、ダート 1700m で行われる4歳以上1勝クラスのレースです。こちらのレースで推奨させていただきますのは5枠10番のウォーターウキウキですね。動画撮影時点では現在1番人気となってしまっているんですけども、このウォーターウキウキパイロ3区なんですけども、パイロ3区、この小倉ダート 1700m で、両馬場以外の際にご覧の通り高い高走率をマークしています。現在ですね発表では、不良馬場発表となっていますので、おそらく土曜日、このレースの時間帯にもですね両馬場まで回復することはないかなと思いますので、このデータに合致する形かなと思っています。前走も同じ条件で2着まで来ていますし、その前走もですね4角で前の方にいた馬の2頭で決まってしまったレースをですねちょっと内の方で閉じ込められてしまってポジションアップできないまま中段から上がり最速マークしたんですけども、ちょっと差し損ねるような形だったので、今回ですね外の方の枠にも入りましたのでスムーズなら今回は差し切れるのかなと思っています。前走に引き続きパイロ3区得意条件となりますので、今回外枠入りましたのでスムーズなら前走以上が期待できるんじゃないかなと思いますので推奨馬とさせていただきます。はい、続きましては阪神8レースですね。ダート 1200m で行われる牝馬限定の4歳以上1勝クラスのレースとなっています。こちらのレースで推奨させていただきますのは7枠12番のルクスレガートですね。このルクスレガート、牝馬のザ・ファクター3区なんですけども、牝馬のザ・ファクター3区ですね、ダートの 1200m 以下のレースに距離短縮で臨んできた際にご覧の通り高い高走率、高い回収率をマークしています。今回このルクスレガート初めての 1200m のレースになるんですけども、牝馬のザ・ファクター3区のスピードが生きる条件かなと思いますので、距離短縮でこの、距離臨んでくるというのはデータ的にもかなり期待できるんじゃないかなと思っています。ラップ分析的にもですね、前々走、3走前、参考レースとして出させていただいているんですけども、距離は違えどともに、前傾ラップ、前半に負荷がかかるレースを、しっかり先行して構想しているということで、この内容からは、距離短縮への布石になっているのかなと思います。血統データ的にも、ラップ分析的にもこの距離短縮間違いなくプラスかなと思いますので、この外枠もおそらくプラスになるタイプの馬かなと思いますので、現在ですね14頭中7番人気と美味しいオッズになっていますので期待してみようかなと思っています。はい、以上小倉8レースと阪神8レースの推奨馬発表させていただきました。阪神9レースと東京11レースクイーンカップの推奨馬についてはメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。メンバーシップ限定で YouTube コミュニティ内に推奨馬の書かれた画像をですね投稿させていただきますので、コミュニティ内の投稿にて推奨馬ご確認いただければと思います。阪神9レース、東京11レースクイーンカップの推奨馬はメンバーシップ限定で配信させていただきますのでよろしくお願いいたします。ちょっと東京がですね前日発売していないようですのでちょっと人気が読めない部分はあるんですけども、某競馬サイトの想定オッズでは2桁人気となっている馬を推奨させていただいております。おそらくですねその想定オッズほど人気薄になることはないんじゃないかなと思うので、そこまで大穴になることはないかなと思うんですけども、一応ですね、某競馬サイトさんの想定オッズでは10番人気以降ですね、2桁人気になっている馬を推奨させていただいております。血統とラップの両面から分析して面白いんじゃないかなという、ピックアップさせていただいておりますので、ぜひメンバーシップにご登録していただきまして、ご確認いただければと思います。また日曜日のレースにつきましては、京都記念の、予想動画については一般公開させていただくんですけども、京都記念以外のレースの推奨馬につきましてはこちらも全てメンバーシップ限定での配信とさせていただきますので、ぜひこの機会にメンバーシップへのご登録をご検討ください。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回ご紹介しなかった、レースの中でもですね、馬券を買うレースがあれば Twitter の方で随時更新していきたいなと思っていますので、ぜひ Twitter の方のフォローもお願いいたします。また明日は京都記念の予想を動画で配信させていただきますが、京都記念以外の、レースの推奨馬につきましては全てメンバーシップ限定での配信となりますので、ぜひこの機会にメンバーシップへのご登録ぜひご検討いただければと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。2月11日土曜日の競馬一緒に楽しんでいきましょう。